はい、いよいよ今日はお引越しでございます。よいしょ、持ってきましたよ。見てください、この中に。さあ、水合わせをして入れますね。まずこの水を、よいしょ、少し取らねばならない。よし、ちょっとビビってますね。そりゃビビるわな。そのままバケツで積み込んで車でゆら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 こぼれそうになりながら走ってまいりました。満タンになる。そしてこの間作った秘密兵器を少し、まあ、さっきちょっとこれ何マサなんかな、ちょっと誰か専門家の方、こんなことしたらあかんちょっと言うてください。ちょっとずつ入れる。とりあえず家の飼育水結構なり水の量を持ってきたから、ちょっとずつなじましたらいけるかなと思いながらやってるんですけどね。それにしてもみんなしたい、隠れとるな。これから大きな水槽に飛び出していくんだよ、君たちは。ちょっと違う水が入るとやっぱり違うんかな。かなりちょっと動き出したな。あんまり急に入れたかんか。まあ、こんな感じでセッティングしました。はい、で今度はこの飼育水と、飼育水をよいしょ、ちょっと温度合わせて、よいしょ、温度に、ここを入れたのかなということでございますが、重たいですねこれ。おお、かなり重たい。おお、なんだなんだ、出てしまった、水没した。重みに耐えられず、せっかくした、あ、まあいいか、なんとかいるか。こんな感じでございます。これ見てる人は笑うてんねやろな、笑うてると思うけど、まあとりあえずここに入れたらいいとこでや。少し飼育水も混ぜとこう。よいしょ、さあこのまま入れていいんかな。とりあえずビビるやろから、よし、まずちょっと水草から、水草に隠れとる。あ、エビが隠れとる、エビが隠れとる。お、というかエビもしかしてやばい。いや大丈夫や、泳ぎ出した。そして熱帯魚ちゃんたちを、よいしょ、よいしょ、荒くたくてごめんね。もうちょっとの辛抱やぞ、広い水槽に入るぞ。ちょっとビビってるな、やっぱりそりゃビビるわな。これはハサミ打ち背中。よいしょ、よいしょ、よし、ほい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 。これでまあ1時間2、まあ、2時間ぐらいちょっと少しずつ水合わせをするわけなんで、ちょっとまあね、ここら辺でこんな感じの中に置きます。ちょっともうビビってる。水合わせした後にこの水槽に放たれる瞬間が一番感動的なんでございます。
ネオンテトラとオレンジの、これなんて名前だったか忘れた。それとちょっと白っぽい魚も入れてますね。今回ここにはちょっとグッピーは入れません。ちょっとこう小魚を入れてですね、水草をメインにした水槽にしたいなと思ってますね。さて水合わせが終わりました。ここから広い水槽に放たれます。おう、放たれた。どう、ちゃんと泳いだか。これはダメだ。やはりさっきの水合わせがまずかった。うわ、破壊されてる。これはやばい。これは一から作り直しや。やばいな。なんてこった。なんてこった。あ、浮いてきたやん。おい。ああ。おい。頼む。とりあえずこいつはもう、とりあえず明日や。餌食べてくれる？君たち。おい。さあ、もうちょっと食べな。